の名古屋オーシャンズメンバー紹介させていただきます。まずゴレイロ1番の篠田龍馬、フィールドプレイヤー5番の星龍太キャプテン、今季初スタメンです。そして14番西谷から以下平田、そしてガブス、引きますのはフエンテス監督です。はい、ということでですね、マリオ今試合が始まりました。画面左から右に攻めるのが、白の、チェックのユニフォームです。立川府中アスレティック FC、 そして逆に右かなりこう見本といいますか、いつも楽しそうにボールを扱ってるなって、よく見えてるなっていう風に見させて、すごく嫌なんですよ。右足も左足も上手に持つと、はい、パスコースどこ切ったらいいんだっていう風にはなりますからね。はいはいはい、はい、本当ですよね。はい、まあ、そういったバランスを取ったりですとか潤滑的な役割もできるならまずリズムを取っていくということですね。はい、さあ名古屋がボールを回しています。17番の八木清と素晴らしい股抜き、ワンツーを狙って折り返してシュートが来る、ゴール、ペピータの先制ゴール。ペピータのゴールではありましたけど、素晴らしいパス回しでしたね。はい、トータルでですね、思わず今解説の中島さんも今後ろにのけず、もうあっぱれですね。はい、はい、股抜きからのワンツーで八木が、貝山の股を最後抜いたんですかね。八木選手冷静でしたね。はい、そしてペピータもしっかりここ決め切ると、いや深坂匠に並んだということになりました。はい、残り試合数的にも、名古屋はあと4試合ですか ね、 すね、この試合入れて残しているので、はい、対してトップの、ビニシウスが残り1試合なので、ただまあペピータ以上の選手もおそらくいるんでしょうね、やはり代表レギュラークラスですかね。恐ろしいですね。恐ろしい世界は本当ですね。まあ、ただね、こう、はい、日本人選手としてもね、得点ランキング上位にいる選手もいますのでね、こう日本のフットサルのレベルも、はい、もうそういった外国籍の選手たちに負けない、うん、さあここは堤のシュートですが、ディフェンス安藤のブロックがありました。もう一度堤ゴールで決まりました。ゴール、立川府中同点に追いつきました。堤からの荒井、最後はすぐに入れていって、最後荒井優勢よく流し込みましたね。これそうですね、この堤選手も利き足ではない右足でしたけど、2歳のね、堤選手もまあ非常に楽しみな選手の一人です。はい、プレーしているわけではないんですけれども、はいはい、まあ、1点ずつ入って、まあ、時間も経ってこう、うん、両チーム、はい、試合の雰囲気だったりとか、いい入りだと思います。うん、やはり失点してすぐに、ね、追いつけたということも大きかったですよね。はい、さあ渡辺のシュートですが、これから歴代今5位ということになるわけですね。町田のビニシウスも先日あの300ゴール、素晴らしいですね。歴代本当に歴史上初めてですけれども達成して、まあ、続くのが森岡薫選手297、そして北海道の水上源太選手250、うん、で、ボラ選手、228ということで、そのに次いで第5位ということで、ということで、まあ、日本生まれの選手では1位ということ、あ、2位ということになりますね、水上選手についてね。さあその渡辺がいわゆるピザーダと呼ばれるような、ピサーダと呼ばれるような足裏で落とすプレーで繋いで、ここ8番の上村、10番の神山哲一、立川府中もやはりこのセットね非常に強烈ですからね。はい、さあここはうまくピボーティングのワンツーで決まりました。逆転に成功ですか。はい、キャプテンの江村敦也、このどうだという表情ですね。なかなか止めるの難しいんですよね。そうですね、グラウンダーはね、今篠田もコースほぼ切れてたと思いますけど、どのくらいのリスクをかけてゴールに迫ってくるか、はいはいはい、それに対して、まあ、今リードをしているので、府中としては、まあ、カウンターが多くなるのかなっていうところが予想されるので、なるほど、そのカウンターに対してしっかり走り切り、うん、決定力を上げる、うん、はい、そういったところでリズムを作りながらの、はいはい、最後のゴールシーンはしっかりと、コースを狙い抜くような、うんうん、キック正確にできてましたよね。はい、あのコメントでワンタッチのボールの置きどころ完璧というふうに見ていただいてるんですけど、確かにゴール方向から少し後ろに戻るような、ね、はい、形でトラップして相手とこう距離を作った上でうまく点を取ろうと思うと、まあ、1点目の新井のゴールもそうですけども、あれぐらいのテンポでシュートに行かないとやはり難しいということでもあるんですかね。はい、非常にこう判断と、はい、それに伴う正確な技術が必要ですよね。はい、さあここは立川府中がチャンスになりかけましたが、もう一度ボールをつなぎ直します。うん、これはディフェンス、はい、生まれますよね。なるほど、はい、ただここは名古屋のファウルの判定はありません。そして名古屋が八木がシュート狙いますが、ディフェンスブロック入ります。
立川府中としてはこの残り43秒、ここはもう絶対に失点したくない。後半いい入りができるんじゃないですかね。はい、ここは確かチャンスになりかけますが、ゴレイロ篠田が回収、心たっぷりだなという今日の試合になっています。はい、さあ残りは15秒。ここはこれは素晴らしい飛ばしのパスに八木清人を使って7番の安藤良平ファーに出してきますが、立川府中ディフェンス、ここはシンプルに書き出します。ここで第1ピリオド終了いたしました。2対1、立川府中アスレティック FC が1点をリードして、じゃあ本当に試合、あ、ここは反転してですが、足がかかって PK ですか。神山にイエローカード、お礼というね、思わず少しこの後ですね、ターンしようとしたところで、あー少し手が、あー今レフィリーも説明はしてますけど、いやたださあレフィリーが助走に入ります。決まりました、ゴール、ポストに当たって、はい、ゴール2対2、ペピータの見事な PK。 私も自分でこれまでの、ね、勝敗など各チーム取材メモとしてまとめてるんですけども、はい、白い丸しばかりですね、名古屋の取材メモ。折り返しペピータの本日3点目決まりました。名古屋あっという間の逆転。先ほど倒れたシーンありましたが、さあフリーキックから平田のシュート、大丈夫すぎましたね。大丈夫すぎました全く問題ありませんでした。34番の行きましょう。西谷のフリーキックから優しいパスに左隅、めちゃくちゃ痛そうにしてたんですけどね本当ですね、しっかりとコース狙った素晴らしいキック、はい、何も失敗もない。あー平田ってるっていうのもあるんですね何でもありですね、はい、アントニオってるんだろうね平田可愛いってもはや踊ってるっていうね、コメントいただいてますけど、さあ立川府中としてはこの試合で初めて2点のビハインドを追うという形になりました。やはりまあ残りまだ13分あるので、はい、まあ、時間としては十分だと思うんですが、まあ、1個ねゴール、決めることができるとこの雰囲気、うん、流れ変えることができると思います。はいはい、チャンス、うん、ゴール前ー際どかったですが、バーですか、ですからね、はい、13番の渡辺智明、さあここは黒本が自らボールをドリブルで運んでいきますが、あそこ自分で行って飛ばして内田のシュート、はい、ここね、いや素晴らしい、確かに一瞬左の方見て、ね、遅れがちになりますよね、はい、サマーターになってきましたよ、ピッチ中央をドリブルで上がってまいります。そしてアウトサイドで今はねリスクもあるわけですけども、チャンスをしっかり作ってます。そうですね、はい、今コメントで、平田選手は査定時代必ず挨拶するいい子でしたってあるんですけど、今僕もその話しようとしてたんですよ、はいはい、そうなんですね、はい、アウェーでね、オーシャンのホームゲーム行きますとサテライトの子たちがこう運営手伝ってくれてるんですよね、はい、なるほどなるほど、で必ず平田選手挨拶してくれますし、勝っても負けてもこうお疲れ様でしたとか、はいはいはい、礼儀正しいですね、はい、こうなんでしょう、なるほど、はい、確かに何かその礼儀正しさとなんかこう可愛らしさじゃないですけども、うん、すごくやっぱり人から好かれそうなね、より体力的メンタル的にも厳しくなってくるんですよね、うん、なるほど、はい、きついけどやっぱそこを連動して寄せたいっていうところですね、はい、自分が主導権握って走る分にはまだ気持ち的にも体力的にも大丈夫なんですけど、はい、走らされるというような、うん、なるほど、はい、ことになると非常に厳しいんですよね、はい、大事ですね。逆にこの立川府中が自陣からこうして組み立てているときはこのピボの13番を渡っ右サイドの上村うまく開幕ブロック入って内田からですが、ここは少しつながりません、はい、どれぐらいその狙った攻撃ができているかどうかとか、うん、はい、そういった部分も含めてパワープレーのタイミングっていうのは決まってくるんですか、ね、そうですね、まあ、2点差っていうところも非常に判断としては難しい要素の一つで、はい、もっとね点差が離れてれば長い時間早くからパワープレーをしようって判断ができるかと思うんですけど、はい、やはり2点差って、はい、ね、リスクを背負うべきなのかどうかっていうところでは非常に、なるほど、さあ前線ですが、ここはただ新井がよくキープして、あ、ここはファールがありました。イエローカードが出るでしょう、17番の八木清人にイエロー、あ、そうですね、はい、だったら出るところもあったかもしれません、はい、決して、ね、こう悪気があってっていうよりは、はいはい、しっかりとゲームコントロールをしている中でのファール、うん、はい、うん、だったのかなと思いますね、はい、
様子を伺います。そして渡辺が手前に流れて右玉、包みが折り返して決まりました。どこ取ったんですか。最後は源が選手の左足のアウトサイドで、いやこれすごいラストパスですね。なんかまた黒本のナイスカバー。そして内田が、あーここいやー前ボールできる、はい、ございます。ただチャンスだって、いやー正確に決めてくる、平田のゴール出たわけですね。ここですね。で平田も、ただ平田もザリーというのね、さあここは間取ってきてペピータ左足のシュートですが、黒本がよく対応しました。さあ平田がここもキープして間出してきて、今は立川府中ホーム、今日が最終戦です。なんとか一矢報いることができるかというところですが、決まりました。ゴール源佑一の右足。さあラスト12秒、立川府中が1点差に追いついていますが、さあ立川府中ここで跳ね返して、もし陣内いけるというところですが、ただ残りはボール奪わないと攻撃いけないので、はい、ええ、そして今ブザーが鳴りました。最終的に5対4、